井上遠慮、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 1858年3月18日、安政5年2月4日から1919 19年、大正8年6月6日は、仏教哲学者、教育者。多様な視点を育てる学問としての哲学に着目し、哲学館、現、東洋大学を設立した。また迷信を打破する立場から妖怪を研究し、 妖怪学講義などを表し、一方で、お化け博士、妖怪博士などと呼ばれた。1858年、安政5年、越後長岡藩領の三島郡内郷寺村、現、新潟県長岡市、合併前は、新潟県三島郡小市寺町にある寺光寺に生まれる。陽名、岸丸。父は、窓か悟る。母は行く。 16歳で長岡洋学校に入学し、洋学を学んだ。1877年、明治10年、東本願寺の教師学校に入学する。1878年、明治11年、東本願寺の国内留学生に選ばれ上京し、東京大学予備門に入学する。その後東京大学に入学し、文学部哲学科に進んだ。 1885年、明治18年に、同大学を卒業した後、文部省への出資を断り、東本願寺にも戻らなかった。そして、著述活動を通じて、国家主義の立場からの仏教改革、五国、愛理の思想などを唱え、迷信打派の活動を行った。また、哲学普及を目指し、哲学館、本郷区、達岡町の臨床院内、 その後、哲学館大学を経て、現在は東洋大学として現存を設立する。哲学館事件によって活動方針を見直すことにした1905年、明治38年に哲学館大学学長、京北中学校校長の職を辞し、学校の運営からは一歩遠ざかる。その後は、豊玉郡のガタ村に自らが建設した哲学堂を、 生涯を通じて行われた巡回講演活動の拠点とした。1918年、大正7年遊説先の満州、大連において、脳一血のため61歳で休止するまで、哲学や宗教についての知識を伝えるとともに、迷信の打破を目指して活動した。1887年、明治20年に臨床院にて哲学館を創立し、これは、 哲学館大学を経て東洋大学となった。遠慮が生涯を通して行った全国巡回講演は哲学館に専門家を設け高等教育機関とするための府を募る活動として始められたものでもあった。哲学館初代館主、哲学館大学初代学長を歴任。中等教育機関としては1899年、明治32年に 京北中学校を創立した。これは、現在の東洋大学京北中学校、高等学校の前身である。1908年、明治41年に京北実業学校を創立した。これは、現在の京北学園白山高等学校の前身である。1905年に京北幼稚園を創設した。井上園寮は、 人格形成の基礎づくりとして幼稚園教育の必要性を重視し、自ら園長として教育に当たった。哲学研究の目的で1884年、明治17年に発足した学会。この種の研究組織としては、世界最古の伝統を持つものの一つ。東京大学の哲学科の中で生まれた組織で、発足から現在まで東大の哲学研究室が、 中心となって運営が行われている。ただし、東京大学の機構に直接属する組織ではない。心理謹慎、仏教活論序論などの著作を通じて、キリスト教を批判し、仏教を改良して、これを解明世界の宗教とすることを目指した。この時遠慮が唱えた、五国、愛理、国を守り、真理を愛するは、後に、 東洋大学の見学精神とみなされるようになった。キリスト教や迷信を批判する一方で、仏教が同様に否定されることには抵抗しており、様々な理屈をつけて、反駁を続けた。そのため、遠慮自身の著作にも今日においては、迷信的とされる説が参見される。1888年、明治21年、東京にできた政治評論団体、帰還紙。 日本人、アジア、続いて、日本を呼び、日本人を発行し、単行本も出版した。結成期の主張は、西欧化に盲信せず、西欧文化は消化した上で取り入れるべしとの、国粋主義だった。性格を変えながら、1945年、昭和20年まで存続した。哲学館の創設者である、井上円了が、ソクラテス、ガンと、孔子釈迦を祀った。 四聖堂を建設したのが、この公園の始まりである。この四聖堂を当初哲学堂と称し、それがそのまま公園の名になった。当初は当地に大学を造成する案もあったが、精神収容のための公園にすることになり、1909年から1912年の間に、鉄理門、ロック圏台、山学亭などの建築物が逐次整備された。 当時の建築物は現在も公園内に現存しており、普段は外観しか見られないものの、毎年4月と10月に限る建築物の内部も一般に公開される。内部には哲学者の像が祀られている。この他にも園内には、至るところに哲学に由来するユニークな名前の坂や橋などが点在し、井上遠慮の思想と世界観を垣間見ることができる。 1876年、長岡洋学校、現在の新潟県立長岡高等学校、和道会を創設。寄宿寮社生の演説会から、後に、生徒会へと発展。哲学者として、著名な遠慮であるが、近代的な妖怪研究の創始者としても知られ、妖怪研究を、科学的、批判的、クリティカル検知から言った人物である。遠慮は、妖怪学。 妖怪学講義などで、それぞれの妖怪についての考察を深め、当時の科学では解明できない妖怪を、深海、自然現象によって実際に発生する妖怪を、仮解、誤認や恐怖感など、心理的要因によって生まれてくる妖怪を、誤回、人が人為的に引き起こした妖怪を、二世界と分類し、例えば仮解を研究することは、自然科学を解明することであると考え、 妖怪研究は人類の科学の発展に寄与するものという考えに至った。こうした研究から遠慮はお化け博士、妖怪博士などと呼ばれた。彼の後の体系的な妖怪研究は、江松とむ、柳が国をの登場を待つこととなる。いわゆる、コックリさん、テーブルターニングの謎を科学的に解明したのも彼である。遠慮によれば、 妖怪は十界と巨界に、十界はさらに魔界と、仮界に、巨界はさらに偽界と五界にそれぞれ分けられるという。すなわち、魔界は調理的妖怪であり、宇宙の万物で妖怪でないものはなく、水も小石も火も水も妖怪である。仮界は、自然的妖怪であり、あ、物理的妖怪、人玉や、狐火など、と、異心的妖怪、幽霊や氷霊などとがある。二世界は、 人為的妖怪であり、利欲その他のために人間が作り上げた妖怪である。誤解は偶然的妖怪であり、例えば暗夜に見る石地像、鬼、彼、大花、幽霊を妖怪と見るものである。世間でいう妖怪の五割は、二世界、三割が誤解、二割が、仮解である。この三種は、科学的説明ができ、魔界の研究によって、宇宙絶対の秘密が如得できる、という。 哲学による文明開化を施行していた遠慮は様々な理由で大学教育を受けられない、よしなく、夕暇なきものでも学べる場を作るべきであるという考え方から1888年、明治21年には考え遠征を設け、哲学館講義録を発行していた。これは日本における大学通信教育の先駆けである。また、哲学館事件を経て、 遠慮は西洋のように学校教育が終了した後も自由に学問を学ぶことが要であるとの考え方から日本全国を案略し各地で哲学と妖怪学の講演会を行うようになった。これは生涯教育の提唱であり、旗の勘治の提唱よりも早い段階での実践であった。遠慮の提唱した生涯教育は哲学観講義録と連携して 日本各地のみならず、中国大陸などにも、考え印を増やすこととなった。井上遠梁の著書は、単行本だけで160冊に及び、そのうちの主要著書は、井上遠梁先週、学校法人東洋大学、全25巻に収録されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。